足立康史君、以上。足立君、日本維新の会の足立康史でございます。まずですね、今回のいろんな、今日急遽こういう形で連合審査ということになっておりますが、この原子力原発の問題、東電の問題はですね、10年福島第一原発事故から10年の、経緯とですね、それからこれ現状についての評価が問われる大変大事な機会だと思っています。そうした観点から、この連合審査が開かれることになった直接の事案の詳細、これは他の委員の方もやられてますので、私はもう少し俯瞰的な話をさせていただきたいと思います。ここにアジアパシフィックイニシアティブがまとめたこの10年の検証委員会、民間事故調最終報告書というものがございます。小早川社長、規制委員長、経産大臣、お忙しいと思うんですけど、ご存知ですか、あるいは見られたことがある、いや、読んだ、いや、前書きは読んだ、いろいろあると思うんですけど、もしご存知であれば、受け止め含めて教えていただければと。順番どうしようか、まず経産大臣ですかね。はい、梶山経産大臣。本の存在、存じ上げておりますし、全部ではありませんけれども、項目にしの中で読んだこともございます。エネルギー政策を担う経済産業省として、福島原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて、取り組むことが原点であるということを改めて胸に刻んだところであります。次、福田委員長。出版後まもなく、規制庁の片山次長がから貸してくれましてですね、それで特に原子力規制委員会に関わる部分というのは初めの方に書いてありますので、まだ読み切っておりませんけれども、初めの方は読んでおります。東京電力、小早川社長。当然内容は承知しておりますし、まだ詳細に全部記憶しているかと問われればなかなかそこは難しいですけれども、内容については概要については承知しております。はい、足立康君。ですね、今あったように規制委員会のことも書いてあれば、東電のことも書いてあります。特に第2章、私はこれ、拝見をしました。で、各章ともよくできていると、いろんな本が出てますが、相当良質な本の一つだと思います。で、第2章はですね、東京電力の政治学ということで、一番私がこの本の中で評価する章ですが、その第2章の最後にですね、こういう記述があります。この報告書をまとめるにあたって、私たちは東京電力ホールディングスの広報室を通じて、小早川、社長と同社の原子力立地本部の牧野本部長に対面のインタビューを申し入れた。しかし同社はそれを拒否したと、こう書いてあります。受けたらいいと思うんですけど、小早川さん、 なぜ受けれないんでしょうか。東京電力、小早川社長。ご質問にお答えいたします。福島第一原子力発電所の事故につきましては、政府事故調、国会事故調等の諸機関が報告書を取りまとめておりますが、当社も事故調査報告書を作成し、公表させていただいております。また当社は、各種、報告書などから、抽出されたさまざまな教訓につきまして、設備、運用面、マネジメント面からの改善としての改革プラン、原子力安全改革プランを取りまとめ、現在、原子力、社内で立てました原子力改革監視委員会による、客観的な評価を受けながら改革に取り組んでおり、その進捗は、四半期ごとに、一度の会見を開催してお知らせしている状況でございます。お問い合わせの内容がですね、主に事故に関する事実関係の確認でありましたので、ご質問に対しては、書面にて回答させていただき、ご了解いただいたというふうに認識をしており、そういう対応させていただきました。足立康君。私は別にこのアジアパシフィックイニシアチブの回し者ではなくてですね、彼らとも話をしません。私はこれを読んだだけです。ただ、これだけこの10年の節目でもありですね、こういう、少なくとも
私が拝見する限り、良い分析がなされているこの成果物にですね、そういうこういう形でまあ協力が得られなかったかのように書いてあるような連携というか協力しかできてないというのは、まあ東電の体質を物語る一つのエピソードではないかなと思ってお聞きをしました。また大変東電のそういう体質等についてはですね、厳しい指摘も委員からありましたが、私は加えてやっぱりその制度ですね、制度、福島第一原発事故の教訓を踏まえた、制度改革がやはり、十分ではなかったのではないかという視点から申し上げたいと思います。今日お配りをしているカラーの資料はですね、私どもそもそも日本維新の会は、維新の会というか私はですね、大臣、一応経産省におったことがありまして、お世話になります。ただ原子力事業、原子力政策に携わったことは、松山さんいらっしゃいますが、お世話になっております。携わったことはなくてですね、むしろ太陽光発電とか新エネルギーを、当時はエネルギー代替エネルギー対策課とかね、いろいろ今と違う名前のところにおりましたが、東日本大震災が発災した2011年3月の末日で辞職をさせていただいて、ここに立っているという経緯もありまして、この10年については思い入れがあります。でそういう観点から、まだ橋本徹さんが代表をやってた頃にですね、2015年に原発再稼働責任法案という結構大部な法律を作って、誰も相手にしてくれませんでしたが、多分ですね、相手にしてくれなかったのは大部すぎたんじゃないかと思いまして、ちょっとアップデートする、もう少し読みやすい、発展的なアップデートをした新しい法律を先日、3月10日に参議院に提出をさせていただいている、それが今、お配りをしているものです。再稼働についての責任、政治責任をしっかり明確にするということ、それから避難計画の問題、それから損害賠償の責任の問題、それから最終処分、これらについて、やはり無責任体制が今も続いているのではないかという観点から、僭越ながら、我々が政府ならこうするという僭越な法案を出させていただいてます。で大臣はじめ、大臣規制委員長、あるいは小早川社長、お三方にですね、同じ問いを申し上げたいのは、今こうして連合審査会を開かなければならないような事態を招いている原因はどこにあるかです。私は東電の体質にもあると思うが、やはり原子力発電をめぐるを取り巻く制度、法令です。法律の立て付けがやっぱり問題があるんじゃないかと思いますが、いや、それはもう完璧だと、悪いのは東電の体質だということなのか、あるいは制度にも問題があると考えるのか、その辺政府から答えにくいと思いますが、議事録は後で削除をしても構いませんので、率直なところをお願いしたいと思います。梶山経済産業大臣。いろいろな要因があるとは思っております。これから、規制委員会で、大掛かりな検査がされるわけでありますけれども、そういった中で、その結果を見て、しっかりと対応していかなければならないと思っておりますし、直すべきものはしっかり直していくと。そして私、いつも原子力で思うんですけれども、遠いその川の河口のですね、遠い対岸で石投げやってても仕方ない、やっぱりしっかりこう議論すべきだと、場合によっては少し怪我することあっても、やはり右も左もって思想的なことではありませんけれども、その両岸にいる人たちがしっかり議論をして、直すべきところは直していくと、そういう姿勢で臨んでまいりたいと思っております。原子力規制委員会、桁委員長。行政機関の長としてお答えできること限りはありますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓の一つに、それぞれの責任はやはり独立して果たされるべきであろうということがあります。規制当局としての責任、
それから事業者としての責任、さらにまあご地元等 の、 あの関係者のご理解を得るという地元のプロセス、そして国会でのご議論、あのこういったものはやはり、あのなんて言いますか、変な混じり合い方をするべきではないと考えておりますので、そういった意味であの大変申し訳ありませんけれども、あの国会で立法府でご議論されるべき内容について、コメントを差し上げることはあのするべきでないというふうに考えております。東京電力小早川社長。あのまず、当社はあの福島原子力発電所の事故の当事者という立場と、それからエネルギーを安定供給する立場の二面性がございますが、いずれの立場からもですね、原子力発電につきましては、S プラス E の関連のもとですね、このエネルギーの、活用という観点は非常に重要だというふうに考えております。ただですね、今福田委員長もおっしゃいましたように、事業者として安全性が確保されることが大前提でありますし、またしっかりとして稼働していくためには地元のご信頼を得ることが必要だと考えております。まあ、その上で今般の当社が被告しました一連の事案につきましては大変痛恨の極みでございますし、まずは徹底的な原因究明、再発防止など安全性向上を努めるべき立場にあるというふうに考えております。先生 の、 ご提案の、法案につきましては、安全規制、地域振興、処理水の処分のあり方など政策として議論すべき事項がさまざま盛り込んであると認識しておりますが、当事者である当社としましてはコメントを差し控えさせていただきたいというふうに思います。国会にてぜひご議論いただければというふうに思います。佐田千康君。ありがとうございます。大変短くてもうすぐ終わっちゃうんですが、あと一問いきたいんですが、今申し上げた私どもの提案の中の一つ、賠償責任の、現売法というのがありますね。今日文科省お越しいただいてますが、もう時間ないんであれですが、他の委員会で何度か、文科省にも質問してますが、現売法の枠組みの例えば無限責任の枠組み、これはもうこのまま変えないと、変えることはもう検討もしてないというご答弁を確認をさせていただいてます。で、無限責任の良くないところはですね、結局私は無責任体制になるからだと思います。現売法にはですね、ご承知のとおり16条に、最終的には国が援助するからと書いてあるわけです。電力会社に無限責任を付与しながら、足りないときは国が援助するからと現売法には書いてある。すなわちまさに国策として国が最終的な面倒を見るということになっているもんだから、何か切り続けがですね、むちゃくちゃになっているわけです。一体ですね、無責任体制です。規制委員会だけは新しくできたから私は評価してますが、やはりそこの制度をやっぱりもう一回見直さないと、世界標準の有限責任、有限責任するっていうのは別に電力会社を許してあげるという、助けてあげるという意味じゃなくて、果たすべき責任、国の責任と電力会社、民間会社の責任をですね、法令の中でしっかりと位置づけていかないと、いや、最後は援助するから、で実際援助してるわけです。小早川社長、こういうですね、例えばこの賠償責任の今、無限責任です、しっかり変えるべきだと思いませんか。東京電力、小早川社長。事業者であり当事者である当社としてはコメントを差し控えさせていただければというふうに思います。佐田千康君。いや、だからね、この、東電の最大の問題は別に東電だけではない、日本の企業みんなそうですよ。言わない、言ったらいいんですよ、ね、こんな事態になってるのは法律が悪いんだと言わないから、ずっとそういう無責任、ごめんなさいね、政府与党の皆様には失礼ですが、私も経産省いましたけど担当したことありませんので今言ってるんですが、やっぱり福島第一原発事故の教訓をですね踏まえれば、日本維新の会が5年以上前に提案をし、さらに電力市場化の流れの中で最新の政府の制度の上にもう一回その位置づけ直した新しい、かつ読みやすくなってます、枚数も減らしましたね、皆さんに読んでいただけるように、発電用原子炉の運転が政治指導により行われることの明確化のための改革のための
を改革の推進に関する法律案、これを国会に出しておりますので、ぜひ、またですね、この10年で終わりじゃなくて、まさに改革の次の10年を作っていくべくいくことをですね、国民の皆様にお誓いして、また関係の皆様にご協力をお願いして質問を終わります。ありがとうございます。次に